100回越しとチャンネルへようこそ。このチャンネルは自身も選手として活躍していた名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。ということでですね、今回のゲストは前回に引き続き松本さんをお招きしております。ということで松本さん、今日もよろしくお願いします。よろしく、よろしくお願いします。よろしく。今日は何だっけ。今日のテーマは高校サッカーで強い世代が引退した後にやるべきことというテーマになっております。難しいよ、難しい強い世代が引退した後にやる。難しい。強い世代ってあったっけ。松本藤枝明誠に2016年、あのなんで改正館と決勝戦だったっけ。何年だと思ってるんですか。改正館と決勝戦。そうですじゃあじゃあ今日のテーマでいくと、その時の主力が、まあ、3年生が何人ぐらいいたんだっけ。大半3年生ですね。そう。でその3年生が抜けた後にこう新3年生に対して何を着手したかっていうのは、とりあえずテーマに沿っていくんだったらここだけは聞いておく。私にとっては心が痛い質問、あのねテーマなんですけども、全国大会行った次の年っていうのはもう全くダメな年だったんです。結果がダメだったの。全くダメ。もうプリンスリーグ惨敗。あ、そう。天と地がこうひっくり返るぐらいになっちゃった年なんです。で、まあ、私の、まあ、監督ちょうど2年目だったんですね。全国大会行った時が、2年目の全国大会に行きましたんで、3年目ってことだね。12年間その前コーチをさせていただいてて、で、まあ、いろんな流れずっと分かってきた中でやってきたんですけど、少しこう自分の目が行き届いてなかった部分があったかなっていうのがまず一つ。それは 何に行き届いてなかったかなっていうと、2016年の高校3年生の子たち、こう能力が確かにあったんですね。プリンスリーグでもあの静学に勝ったりで、やっぱりそれの可能性があったもんで、そこにこうどうしても力が注ぐ部分当然ありますね。下のコーチに当然下 の, あの次の主力になろうという選手がこう下のカテゴリーに当然いて、まあ、同じようなこう形でこうやってきてるって当然あのコーチ信じてますし、コーチを取ってやらせる部分があるんですけど、そこに私の目がそんなにいってなかった部分が、これ私の失敗だなっていうのがあって、次の年が本当に同じようにあの次の年もスタートから同じような話をして、同じようにトレーニングも同じようなトレーニングしてやってきたんですけども、何をしても全くこう反応しなかったっていうか。でもさ、考えてみたらさ、その就任2年目の選手が全国大会に行きました。その時の2年生は自分がこう監督になった時の1年生っていうことでしょ。要はそうすると、そうですねだから それらが監督になって3年目の3年生だよね。そうだけども、今の反省点からいくと、いわゆるトップチームっていうか、当時の3年生に力を注いでいて、2年生までこう目が行き届かなかったっていうのがあったから、まあ、そこで気がついたっていうのが再スタートのスタートっていうことだよね。基本はあの気がつかされた年みたいな感じだよな。やっぱり子供たちもちょうどやっぱり選手権2009年が初出場だったんですね。で2009年から2016まで期間が空いちゃってるんです、だから知らないってことね、いろんなプロセスね。そうですね。でなおかつその全国大会行ったことで結局こう注目を浴びちゃって、僕、まあ、新チームになった時に当然全国大会行ってるもんで注目浴びるわけです、周りから、新チームが、やっぱりそこでやっぱどうしてもこうどうなんていうかな、締めることがしっかりできてなかったのかなっていう部分がね、今締めるっていうか、もう一度謙虚な姿勢でやるっていう部分だとかがやっぱりこう欠けてるのが見えて、で言ってもこうなかなかその言って聞かせれなかった部分がやっぱり、あって、彼たちにまあいい思い差し上げれなかったっていうのが本当に、いい勉強になって、今なるべく同じ下のカテゴリーも同じトレーニング、でなおかつより一層、例えばじゃあ夏の遠征だとか地元での試合だとか、そういうのをなるべくストップチームの試合がない時だとか、トップチームや練習ゲームがあってもコーチに任せて下の練習ゲーム見に行くだとか、そういうような機会は増えたと思うんですけれども、まあそうだろうね。僕が明誠のグラウンドに行くと、ずっといて、下のカテゴリーだろうが下手すりゃ中学生だろうが、
ずっと見とるもんな。まあでもやっぱりそうだろうな、あの最近の上の方での安定感っていうのは、さっき言ったように全国大会に出たガクンと落ちたっていうのを経験してきたからこそ、こう今の安定感、落ちそうで落ちないプリンスとかさ。でも実際あの本当にそうなんですよ先生、ね、落ちてもやっぱりおかしくないような、あの自分のチーム言っちゃいけないですけど、落ちてもおかしくないようなチーム力だと思うんですね。いや、そこにマジックがあるじゃん、マフロートマジックがあるでいいじゃん。僕は全然そういうのは持ってなくて、ただまあ子供たちは本当に、自分たちで考えながらいろいろこうやっていくっていう部分で助けられてますし、いろんなこう勉強させていただいてるもんで、こうある程度こう考え方がこうまとまってきたっていうか、整理できて、で、まあ、毎回ノートだとかも取ってるんですけど、やっぱりあの自分の中でも一点言えるのは、こうなるべくこう7つのカテゴリーが同じようなこうメニューをこう積み重ねることがすごく大事なんだっていうのも分かってますし、私が下のカテゴリー見ることも当然あるんですけど、私はあの下のカテゴリーの子たちだからもう優しくするだとかじゃなくて、当然トップチームと全く同じようなことしか私は言わないですし、あの下のカテゴリーだからじゃレベル低いからっていうのも当然これ絶対いけないことだっていうふうにあのますます思いましたし、うん、ですからそういう部分では本当にあの中身をなるべく揃えながら、指導者もしっかりした意識を統一しなきゃいけないっていう部分なのかなっていうのは本当に思ってますけどね。まあさあ、ずっと見てるとこの人数が多くて目を行く届かせる、で勝負にこだわるけれども育成にこだわる、で強豪校全国のトップクラスになると意外と育成っていうよりも勝負勝負勝負っていうようなイメージが強いんだけど、意外とそうでもないっていうのが高校の監督さんの共通項なのね。やっぱ上の方に行ってもやっぱ全体を見るっていう監督さんがいて、でそこにまあある程度の能力差があったり、さっき言った当たり前のことを当たり前にやれるような、そういう育成をしてるところが多いよ。だから、はいはい、松本藤枝明誠は結局さっきの強い世代が抜けても、まあ、確かにギャップは多少あったかもしれないけど、ベース作りをしっかりしてるから、いい意味であの安定感を持って次のカテゴリー行くやつが多いんだろうね。まあ、先生のところにもね、そうそうそう、預かっていただいてる選手がいたり、うん、あのそんなにこう派手な選手じゃないですけど、次のところでまた頑張ってもらえば、あの正直こう先生だからね、先生悩みを話したことも当然あるじゃないですか。まあ確かにね、悩みは結構あったわな。そりゃいい選手が欲しいし、どこもやっぱりそれは集めればそれはそれなりの力になるし、まあ、でももうそれをやってるチームは当然あるし、でそれをやれるっていうのは当然自信があってやってると思いますしね。あのまあ、明生の学校の校風だとかサッカー部の今までの歴史だとかも考えても、あの明生でサッカーやりたいよってこう断ることは絶対ないっていうのが今までのやり方なもんですから、うん、ですからあのそういう子たちがこう社会出て活躍してくれるっていう部分、明生からプロが出るっていうのは本当に、まあ、出てますけど、うん、いや出てるし、まあ、大学で活躍してるやつもいるっていうか多いよ。いますけど、うん、ただそのサッカーだけでね、これが人生やっていくってのは数人じゃないですか。そう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 、そこにね、そこはね確かに僕が一番のね、当然僕が大学やってるっていうことはここを見てる人も知ってるんだけども、大学をやり始めて初めて出身校のいろんな色とかいろんなのを見るようになったじゃんね。で今まではその中学生をこう、はい、いろんな高校に送って送った先のことは研究するけど、そこで何が行われて次のステップに行くってことはほとんど研究しなかったけども、大学をやるようになっていろんな大学側から見た高校を見ると、藤枝明誠の子って結構全国にいるよ大学で、yeah. やっぱそれはね、僕はねその超スーパースターはいないかもしれないけども、土台になってる藤枝明誠の子って結構いると思うよ。関東にも東海にも関西にも九州にもいる。最近九州の大学の出身校を見ると多い、なんで藤枝明誠が九州におるのよと、金谷に行ったり九産に行ったりさ、福岡に行ったりさ、なんであの名古屋の地域を通り越して九州に行くんだろうって言って、ちょっと一度行ったらなかなとは思ってた。 あれなんですね先生、九州出身の子が来てるんですね。そういうことな。あ、そういうこと。明誠は九州で、九州の受験があるもんですから。あ、九州受験というのは明誠があって、
九州の方から来る子も中にいるもんですから、今こうどうしてもなんか明生ってプリンスリーグだとかに入ってるから強いってイメージなんですけど、僕はあの花クソ明生って言ってるんですね。花クソ明生ね。それはね、藤枝東、清水、桜ヶ丘、学園、大成館だとか、で今でね、いろんな、ね、チーム当然持ってある清水東だとか伝統校とかいっぱいありますよね。明生なんてそんなに月日言えないですし、私自身が四日市中央工業出身ですけど、今監督になったからこの子たちに潰すんだと、四日市中央工業潰せと叩けと、それはただそれは裏には愛情ありますよ、四日市中央、でも私は四日市中央工業の OB だから、じゃあ何、四中高って言ってること自体も僕はいいとは思わないですから、だからもう全てをこう明生に、そうだ、明生高校、お前たちはだから明生の卒業生 OB として胸張って社会出て頑張るっていう部分を考えると、やっぱりこう僕の失敗の中からこう少しずつもういろんなところにこう目を行き届かしてやったら、やっぱりサッカーで本当に中にいるんです、下手な子が。分かる、まあ、分かるよって言ったらいいけど、分かるですね、先生。このおじさんさ、その今まで YouTube でこういろいろ話をしてきたけど、みんな僕と話する人って意外とこういう感覚の人多いでしょ。そうですね、技術論とか戦術論を言う前にメンタル論というかさ、育成論というかさ、そこに行き着いちゃうんだね。だから強い世代が抜けてもやろうとしたことはみんな一緒なの。まず真面目に取り組ませてね、その前回のテーマのように前向いてこう攻撃しなさいと、そういうことをやり続けながら3年間で培って結果がともかくとしても大学とか次の世代に行って結果を出しつつするやつがいるという、そういう考え方だもんな、はい、僕らは社会性を身につかせるとかっつって、なんかサッカーやっとるんだけども、そういう人生論、人間力を高めていきましょうっていう人多いよね、僕らの仲間は。で結局子供たちもその強い世代を抜けたら次また新たなことを取り組まなくちゃいけないって考え方も当然あると思うんです、それは、ただ僕はそのまあ、下のコーチも当然信用しながらやってきてもらったから、じゃあそれで一回スタートしてみてダメでうまく結果いかなかったらまた中身だとか全て変えてやんなくちゃいけないようだとかっていうふうにあんまりこうしたいタイプじゃないもんですから、そのままこう言って、で結局失敗して子どもたちがね残念な結果になったりするか分かんないですけども、それでも僕は感謝はしてますしね。そうそうそうだよ、こんなん全部成功するわけないもん。何をもってじゃあ成功なのかだとか、だから結果そのじゃ強い世代が抜けたから次もいい結果が出るよっていうチーム当然あるんですよ、それは。ある絶対それある。でも結果っていうのは僕はね、見る人がみんな出てるんだよ。藤枝明生のサッカーって結果出てんだよ。だからこういうところっていうか、全国高校サッカー選手権でまあ上位に来たりプリンスに行くこと自体がもういい意味で結果だし、一人でもその人数は多かろう少なかろういい選手っていうか、いわゆる上手いじゃないよ、上手いじゃなくてそのコツコツそのサッカーに取り組んだり、人の道に外れなかったりとか、人間力の高い選手が出てくることが結果だもん。たまには足踏み外す明生の選手もいるけど、中には当然だけど、プロの人握りだし、逆にきちっとしたやつがベースはどこでこう自分はこう身につけてきたのって、いや藤枝明生ですって言ったりね、まあ僕で言ったら名古屋 FC がベースでありましたとか、さらに藤枝明生でこうきちっと言われましたとかって、まあそれはベースがあってだろうとは思うけれども、そういうのが結果だもん。でもあくまで勝負で全国頂点目指すっていうのを大前提とか前面に出してる指導者も中にはお見えになるけど、でも結果ね、やっぱその育成のところをしっかりやっていかないと、その結果が出ても出ないと思う、逆に言うとね。そんな全国のトップクラス行く人たちはみんなね、多かれ少なかれそういうことやってますよ。ただもう先生もね、人脈広い方なもんで、全国大会で結果残したりする指導者の方すごくご存知で見えると思うんだけども、僕自身なんか大会とか出させてもらって勉強当選させてもらったりいろいろとするんだけど、公開されてるんですけど、全国大会に行きたくないのかって言われる時あるんですよ。行きたくないわけじゃない、行きたい、当然高校サッカー3年間で全国40校で行かせてもらって、で優勝できなかったけど準優勝とベスト4まで行かせてもらってね、国立でもサッカーやらせてもらって、ああいう場に連れてってあげたいって思うんですけど、その中でどうしても強くこう勝っちゃうのがいい加減なことしてまでね、
で例えばじゃあ本当にあのじゃあこの子たちがこのユニオン向きたいよって言ったらお前はちょっとちょっと無理だって言ってこればっかなんここにこだわるからそうやって言われるんだよ。だからこういうのにこだわるから行きたくねえのかって言われるんだよな。まあ、そこがあの松本の良さなんですね。ただ一点あれなんですよ先生、うん、そうなんです。だから先生のとこと一緒で前にも言った話ですけど、うん、あのこれ前監督が続けてきて変えないでやってると一つやっぱりどうしても僕にとって本当に今でも嬉しいことが勝っても負けてもね、うん、次の年結果へこんでも、うん、嬉しいことってあの弱い時でもね、うん、選手が辞めていかない、うん、そうやめていってほしいよ、残っとると不思議なんですよ。あ明治のサッカー部の子ってやめないんですよ、うん、いや分かるよ。だから勉強です。それが 2,3 人ね。それがアットホームっていう言い方がいいのか人間力を優先させてるのかサッカーに限らずこれが松本がねその野球だろうがさ柔道だろうがさ武道、まあ、武道か球技か何やってたってそういう選手がいっぱい出てくると思う。そんなんは競技は関係ないサッカーだからじゃなくてだからそれはあの良さなんで、うん、でもあの先生が言いたいこと分かってますよ、うん、そうでしょ、うん、あのそう判断だとか決断をちゃんとしないと勝てないのは分かってます、うん、まあねでそれもずっと言ってきたけど、まあ、そこにあなたの良さがあってねね、うん、だからもうちょっとその、うん、もうちょっとしたたかさに器用さがないでな松本っていうあの指導者はな、うん、器用さがない、一直だからだからもうちょっとしたたかにせんとあの、まあ、スカウトっていうようなこうじゃなくてやっぱそういう選手を持ってきて松本イズムをやったらもうワンランクツーランクも上に行けるしだから保護者さんにも多分なんで監督って勝つ気ねえのって言われるのはこの人のゆえんでね、うん、でも選手たちは行きたいし監督も行きたいんだけども負けても爽やかみたいなね。だから松本ってのはやっぱりちょっと不思議だよね不思議。いや先生、うん、負けても僕は負けた日は本当に家に帰りたくないぐらい一人でへこんでます。いやいやそうだよねたまに電話してきてな先生に電話したことあっちじゃないですか。名古屋のロイヤルホストとかデニーズでなんか愚痴聞いた話もあるしな、うん、そうじゃないですか。だからそこにギャップを感じてるんですよ、うん、ただやっぱりやっぱり目指すものってでも本当に思ってるのはそれは毎年強くてね、うん、いいこう状態で上がってある程度のこうレベルをキープできるっていうことを今目指してやってるんですけどただこう、うん、ねこう先ほど先生がおっしゃった通りじゃあ先生何番と何番と何番もう無衛生にください。そうそうそう何番と何番くださいって。ね、でもね、僕はね、これからもね、松本明誠はね、コツコツコツ今の姿をやっていくとね、はい、松本明誠が高校サッカーで、その難しくなってくる時代がもし来るとするんであればね、はいはい、高校サッカーに外国人の監督が就任したときは、ちょっと先は危ないな。なるほど。僕は今なんで高校サッカーって日本の高校サッカーこれだけ脚光を浴びてねそのクラブサッカーではないけども、はい、クラブサッカーに近いような活動はしてるけれども外国人の監督さんが来るっていうことはないのよね今のところね。外国人の監督のプロサッカー監督の外国人って高校サッカーでまだいないじゃんね。ブラジルのコーチとかはまだいるかもしれないけど お金で高校サッカーの監督が雇われる時代が来るようになったら高校サッカーの転換期にはなるかなと思った。ただそれまでは生きたシーラカンスのように頑張って失礼、ね、失礼。いやいやいや今日のテーマはよくわからんけど松本と喋っとるといつもこういうようなさ昭和の色濃い話になるけどこれ僕大好きだからまた第3弾第4弾やるから、はい、まあ今日はとりあえずここで、はい、
締めときます、はい、ということで、はい、本日のテーマは高校サッカーで強い世代が引退した後に言えるべきことというテーマに、全くテーマの話にはなりませんでしたがね、いや多少なってましたよ、まあ多少ね、はい、じゃあまた第3弾をちょっと企画しますんで、はい、ま、そうコロナが大変ですけども今後ともよろしく、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。